本当に日本は暑いわよね。でも今日は日本の暑さにへばっているあなたにぴったりの料理を食べさせてあげるわよ。え、私にぴったりの料理？中国人女性による日本の冷たい麺料理にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はありえない料理、日本の冷たい麺料理に中国人女性が驚愕、恐る恐る食べてみるとの話題です。海外、日本人にかかれば何でも美味しくなる。世界には国や地域の価値だけそれぞれの食文化というものが存在しています。特に私たちが生活している日本には独特な食文化が存在していると言われています。近隣の国であってもその食文化は大きく異なり、お隣の国の中国から見ても日本の食文化は異質に映るのだそうです。中国と日本の食文化の違いは様々ありますが、最も顕著なのは食べ物の温度についてです。実は中国では冷たい食べ物は好まれていません。しかし一方で日本には冷たい料理が数多く存在していますよね。ざるそばやそうめんなどを食べる私たち日本人からすれば理解しがたいことですが、中国には日本のように氷水で締めたような冷たい料理が存在しないのです。その理由はいくつかあり、まず挙げられるのは健康的な理由です。中国では習慣として冷たい食品を体に入れることを好みません。東洋医学の考え方では、暑い時に体を冷やすためには冷たいものを食べるのではなく、体を冷やす効果のあるものを食べるというのが基本的な考えなのです。つまり中国では食べ物の冷たさで体を冷やすという考えがありません。次に設備的な理由です。中国の麺料理の歴史は長く、その料理が発祥した当時はもちろん、2000年代前半頃まで製氷機を設置している飲食店は多くなかったそうです。そもそも日本のざるそばやそうめんのような冷たい麺料理を提供できる環境が物理的になかったのだそうです。さらに水に対する衛生面で不安があることも要因の一つであったと考えられます。そして最後は売り手側の理由です。茹でた麺を氷で締め、さらに具材をトッピングするような冷たい麺の提供はとても手間がかかります。加えて一般的に中国では汁なし麺などは麺に油や調味料を加えただけの簡単な料理とみなされ、スープのある麺より付加価値を訴求しにくい傾向にあるのです。そのため冷たい麺料理は手間がかかる上、付加価値を価格に上乗せしにくいという売り手側からするとメリットの少ない商品となってしまうのです。こういった理由から料理の温度という点は日本と中国の料理文化の大きな違いとされています。さて今回ご紹介するのは、日本にやってきた中国人女性がそんな冷たい麺料理に出会い衝撃を受けたというエピソードです。果たして冷たい料理を好まない中国人女性に日本の冷たい麺料理はどのように映ったのでしょうか。早速ご紹介していきます。私は中国人。私は今から数年前、友人を訪ねて日本に旅行に行ったわ。この時私は初めて日本を訪れたんだけど、そこで私はとんでもないものに出会うことになった。そのとんでもないものとは、ある食べ物なんだけど、それは中国には存在せず、また絶対に中国人の私たちが口にしないものだったの。私が日本を訪れたのは、暑い暑い夏の時期のことだった。私が訪ねた友人はマリナという同い年の日本人女性。彼女は以前仕事の都合で中国にやってきて、私と仕事を共にしていた時期があった。その時私たちは仲良くなり、彼女が帰国して以降も連絡を密かに取り合っていたわ。そしてこの時私は彼女に会いに日本に行くことになったの。私は日本にやってきて最初あることに驚愕した。それはうだるような暑さだ。日本の夏には独特な暑さがある。なんだかサウナに入っているようなそんな暑さだ。日本に行く前に私は天気予報などはチェックしていたから、どの程度の気温かは把握していた。しかし、そこから想定していた以上に日本は暑く感じたのだ。
空港まで迎えに来てくれたマリナと合流してすぐに、私は再会を喜ぶ前に、この暑さについての愚痴を言ってしまったくらい、日本の夏の暑さは厳しかった。マリナ、ああ、久しぶり。ちょっと何よこれ、日本は暑すぎない？なんだか調べていた気温以上に暑く感じるんだけど。あなたったら挨拶の前に気候の愚痴？ごめんごめん、でもそうなっちゃうくらい暑いわ。確かに日本の夏は暑いわよね。日本って湿気が多いのよ。だからじとじとしていて余計に暑く感じちゃうのよね。このサウナみたいな暑さの正体は湿気か。もっとカラッとしてくれていたらいいのにね。どうやら日本のサウナのような暑さの原因は湿気のようだったわ。本当に日本は暑いわよね。でも今日は日本の暑さにへばっているあなたにぴったりの料理を食べさせてあげるわよ。え、私にぴったりの料理？ええ、この暑さを吹き飛ばして爽やかな気分になれる料理よ。今日の晩は家で食事をしましょう。今ごちそうの下ごしらえをしてから家を出てきたから。それは楽しみね。早く家に行きたい。もうこの暑さ耐えられない。なんとマリナは夏の暑さを解消するような料理をごちそうしてくれるというのだ。こうして私たちはマリナの自宅に向かった。そしてこの時マリナが言っていた暑さを吹き飛ばして爽やかな気分になれる料理というものに、私は度肝を抜かれることになってしまう。すごい、とても豪勢ね。美味しそうな料理がたくさん。天ぷらに唐揚げ、ポテトサラダに卵焼き、ほうれん草の和え物にきんぴらごぼう、どれも人気の日本料理よ。味には期待してもらって構わないわ。もう食べる前から美味しいのがわかるわよ。でも一番食べてほしいのはこれなの。私はダイニングテーブルに並べられた豪勢な料理に感激した。しかし最後に出てきた料理は目を疑うような料理だったのだ。これは何？これはそうめんよ。そうめん？マリナはそうめんと言われる料理を食卓に運んできた。この料理は大きな器に氷水が張られており、そこに白くて細い麺が入っていた。そして漬けだれらしきものも提供された。これはそうめんという日本の麺料理で夏の定番なのよ。ちょっと待って、これ氷水に麺が入っているけど。ええ、これがいいのよ。冷たくてツルツルしていて暑い夏でも食べやすいのよ。日本の夏はこの厳しい暑さだからどうしても食欲が湧かない時がよくある。でもそうめんだったらスルスルと喉を通るわ。これを食べれば夏の不快な暑さが吹き飛んで爽やかになるわよ。ありえない、氷水に入ったものを食べるなんて。え？こんなもの私は食べられないわ。私にとってこのそうめんという料理は受け入れられなかった。なんで？美味しいわよ。こんな冷たい料理なんてありえないわよ。こんなの食べたことないわ。冷たい料理？ああ、確かに中国には冷たい料理ってなかったわね。温かいものかあったとしても常温だったわよね。東洋医学かなんかの影響なんだったっけ？冷たいものは体に良くないとされているわ。多分その影響だと思うけど、中国人は冷たいものを口に入れない。というか、そもそも冷たい食べ物っていうもの自体が私たちの頭の中にはないわ。そうか、ごめんね。でも暑いこの季節に冷たい麺をつるっとすするのは最高なんだけどね。まあ食べたくなったらよかったら食べて。無理しなくてもいいわ。仕方ないわね。さあ食事にしましょう。私が中国には存在しない冷たい料理への戸惑いを隠しきれないまま食事はスタートした。この時マリナが用意してくれた料理はどれもとても美味しかったわ。特に気に入ったのは鶏の唐揚げ。和風のフライドチキンのようなこの料理は食べ応えがあるし、生姜やニンニクの風味が効いていてとても素晴らしい味だったわ。しかし、そんな美味しい料理を食べながらでも私はそうめんのことが気になってしまっていた。マリナはとても美味しそうにそうめんを頬張っていて、そんな彼女を見ていると気にせざるを得なかったの。なんだかとても美味しそうに食べるわね。え？
そりゃね、夏の時期のそうめんは最高に美味しいもの。クーラーのかかっている部屋であっても、やっぱり夏は少しムシムシするわ。そんな時に冷たい麺が喉を通ると最高の気分になる。冷たい麺が喉を通るか。私は彼女の言葉を聞いて、さらにそうめんへの興味を駆り立てられた。確かに美味しそうではあるわね。気になるなら食べてみたらいいじゃない。いや、でも、中国人は普通こんなもの食べないわ。そんなこと言ったって、ここは日本なのよ。チャレンジしてみたら？別に体の毒にはならないわよ。日本人は夏にはこういったものをたくさん食べるんだから。でも、なんだか勇気が出ないわ。無理に食べることはないけど、逆に日本じゃなきゃ食べられないわよ。この最高の爽快感をあなたにも味わってほしいんだけどな。最高の爽快感か。私の気持ちは揺らいだ。冷たい食べ物への恐怖心なのか、中国人のプライドなのか、やはりそうめんへの抵抗感は拭いされない。しかし、それ以上にこの料理に対する興味の方が自分の中で上回ってきていることを私は感じていた。そして気がつけば私はそうめんに箸を伸ばしていた。見るからに冷たそうな氷水の中から白くて細い麺をすくい上げ、麺つゆと呼ばれるつけだれにくぐらせ、それを口へと運ぶ。口に入れた瞬間、想像通りひんやりした冷たさを感じる。そしてマリナの真似をして、それを思いっきりすすり上げ、軽く噛んで飲み込んだ。コク。え？するとその瞬間、私を大きな衝撃が襲った。どう？初めてのそうめんの味は。これはとても美味しい。美味しいだけでなく、とても心地いい。細いながらしっかりと一本一本に歯ごたえのある麺に、麺つゆがよく絡んでいるわ。そして冷たい麺が喉を通った瞬間の爽快感はとんでもない。それに麺つゆの風味が追いかけてきて、爽やかさはさらに増している。私はそうめんの美味しさに大感動。味もそうだが、それ以上に爽快感がたまらなかった。夏に食べる冷たい麺がこんなにも美味しいなんて。私は大きなカルチャーショックを受けたわ。そしてこの爽快感を一度味わうと、もう箸が止まらない。私は無心でそうめんを食べ続け、気がつけばそうめんがたっぷり入っていた器はもう氷水だけになっていたわ。こんな料理初めて食べたけど、まさかこれほど美味しいとは驚いたわ。日本の暑い夏に冷たいそうめんはぴったりね。よかったわ、気に入ってくれて。日本の食文化を理解してもらえてとても嬉しいわ。日本では冷たい麺料理がまだこれ以外にもあるの？ええ、まだまだたくさんあるわよ。ざるそばに冷やしぶっかけそば、冷製パスタに冷やしうどん、たくさんあるわ。じゃあ明日以降もたくさん冷たい麺を食べてみたい。冷たい麺料理に興味が湧いたわ。私はそうめんが気に入ったことで、中国ではありえない冷たい麺料理に強い関心を抱いた。じゃあ明日はとっておきの冷やし麺料理を食べに行きましょう。中国人のあなたは特に驚く料理のはずよ。中国人が特に驚く冷やし麺料理？なんとマリナは次の日、中国人が特に驚く冷やし麺料理に連れて行ってくれるという。冷たい料理であるということだけでも中国人の私たちは驚くことなのに、特に驚くとはどういうことなのだろうか。私は期待に胸を膨らませながら次の日を迎えた。そして次の日の昼、マリナは私をある場所に連れて行ってくれた。その場所とは、なんと中華料理店だったのだ。このお店は、ここは中華料理屋さんよ。中華料理は中国料理をベースにした料理が食べられるお店。中国料理をベースにした料理？中国には冷たい料理が存在しないのに、ここで冷たい麺料理が食べられるというの？まあまあ、食べてからのお楽しみよ。さあ入るわよ。私は少々の疑問を感じたが、マリナに押し切られる形でお店に入った。席に座ると、マリナは早々に料理を注文した。どんな料理が出てくるのだろうか。私は期待と不安の両方の気持ちを抱きながら、料理がやってくるのを待った。
そして待つこと5分程度、ついに料理が私たちのテーブルに運ばれてきた。その料理は私が今まで見たことのないような料理で、麺の上にキュウリ、ハム、卵、トマトなどが乗っており、色合いはとても綺麗だと思ったわ。この料理は？これは冷やし中華という料理よ。冷やし中華？何それ、中華なんて名前がついているけど私はこんな料理知らないわよ。それは当然だわ。これは日本人が中国の料理をアレンジして生み出した料理なんだもの。中華料理っていうのはもともと中国に存在する料理もあるけど、こういった日本風中国料理も含んでいるのよ。冷やし中華は簡単に説明するなら、日本風の冷たいリャンピーみたいなものよ。日本風の冷たいリャンピー。リャンピーとは、麺の上に千切りしたきゅうりや人参、茹でたもやしなど好みの具材をトッピングし、パクチー、唐辛子、生姜、ニンニクといった薬味を加えて食べる中国の常温の麺料理。日本の冷たい麺料理のように氷で冷やすようなことはしない。最後に醤油やラー油、お酢、ごまペーストやピーナッツペーストなどを混合した特製調味料をかけるのよ。中国には冷たい料理はない。そんな中国料理をアレンジした冷たい料理が果たして美味しいのかしら。食べてみたらわかるわよ。さあぜひ食べてみて。この時私の中では期待よりも不安の方が上回っていたわ。しかし食べてみなければ判断はできない。確かに昨日のそうめんも美味しかったし、私は恐る恐る麺を口へと運んだ。そしてそうめんを食べた時のように思い切って麺をすすり上げ、軽く噛んで飲み込んだ。ごく。これは味わったことのない感覚ね。中国風の味付けや風味があるのにとても冷たい。不思議な感じがするわ。でもこの爽快感はたまらない。一口食べると今まで味わったことのない味に少し不思議な気分になった。しかし二口目に具材と合わせて食べると、その味をしっかりと理解することができたわ。すごい、素晴らしいわ。とても美味しい。夏のうだるような暑さを吹き飛ばすほど爽やかな味わい、そして喉を通る時の冷たい爽快感、最高だわ。よかった、これが日本と中国の食文化のハイブリッドよ。日本ならではの食べ方なのに、ちゃんと中国料理の味や風味があるわ。ここに日本人たちの中国料理へのリスペクトを感じる。私は冷やし中華という日本独自の中華料理がとても気に入った。その味の素晴らしさに感動したの。日本の冷たい麺料理は本当に美味しい。そしてそんな日本の食文化は素晴らしい。私はこの時の日本滞在ですっかり冷たい麺料理が大好きになったわ。中国ではなかなか冷たい料理を食べる機会がないから、私はいつもまた日本で冷たい麺料理を食べたいと願っている。世界的に感染症対策も落ち着いてきたし、そろそろまた日本に行こうかなと思っているわ。日本に行くのは当然夏の時期にするつもりよ。あのじとじとした暑さは苦手だけど、冷たい麺料理があればへっちゃらだからね。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。私は夏の日本の麺料理の中で冷やし中華が大好物だよ。夏には最高だよ。冷やし中華は美味しい。そしてこれほどカラフルに盛られた料理は見たことがない。冷やし中華を初めて食べた時の感想は、なんだこの酸っぱいサラダ麺はって感じだね。でも期待以上の美味しさだったね。冷やし中華は中国ではきっと理解できない料理ね。冷たい食べ物は食べないの。だからこれは完全に日本料理。名前を変えればいいんじゃない？蒸し暑い日本だからこそこんな料理が誕生したんだろうね。日本で食べた冷やし中華は忘れられない料理の一つさ。そうめんもざるそばも冷たい麺が大好きだよ。こんなの日本でしか食べられない。自分は本当に暑くなると食事の回数が1日2回になる。冷やし中華をぜひ食べてみたいな。
冷やし中華はその名の通り日本式の中華料理ですね。冷やし中華は日本の中華料理で、韓国の冷麺とは系譜が違います。どちらも美味しいよ。日本にかかれば何でも美味しくなる。きっと美味しいに違いない。食べてみたいな。以上が海外の反応です。日本人が大好きな冷たい麺料理ですが、中国では冷たい食べ物を食べる習慣がないため、こういったメニューはポピュラーではありません。日本オリジナルの中華料理である冷やし中華は、中国では日式冷麺と呼ばれ、中国では日本料理の一つと認識されています。しかし冷たい料理を食べない中国では、日式冷麺はまだまだマイナーな存在です。日式冷麺を知らない人もたくさんいるようです。さて、そんな日本生まれの冷やし中華の発祥とされるお店も国内にあります。諸説あるようですが、その元祖は宮城県仙台市にある中国料理店劉亭が有力だとされています。東北といっても夏は暑く、中国料理は暑いイメージがあるため、売り上げは低下していたそうです。仙台七夕のお祭りと重なるその時期、観光客を呼び込み売り上げを伸ばす打開策として考案されたのが冷やし中華でした。昭和12年頃に日本で生まれた冷やし中華ですが、全国への普及は戦後から始まったとされています。ぜひ冷やし中華を食べる際は、こんな起源を思い出しながら味わって食べてみるのもいいかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。